横尾俊彦は、日本の政治家、佐賀県拓市町、佐賀県拓市生まれ、佐賀県立尾木高等学校を卒業。1980年、慶應義塾大学法学部を卒業し、松下幸之助が創設した財団法人、松下政慶塾に入塾。同期生には、野田義彦、愛沢一郎、小野信也、岡田国彦らがいる。カナダ留学を経て、 松下政経塾を卒塾後は地元佐賀県卓市に帰郷し市民運動に参加。1992年松下政経塾の評議員を務めていた細川森弘の動きにこうし日本新党決闘に参画。翌1993年の第40回衆議院議員総選挙に佐賀県全県区から日本新党公認で出馬したが得票数7位で落選。 1996年、第41回衆議院議員総選挙に、佐賀県第2区から新進党公認で出馬したが、自民党の今村正宏に敗れ、再び落選した。1997年、拓市長選挙に無所属で出馬し、初当選。以後5期連続で、拓市長を務める。なおにから4期目を目指した拓市長選挙では、 横以外に立候補を届け出た者がいなかったため、無投票で当選したが、5期目の当選を目指した2013年の市長選では、新人の元卓島町づくり部長が、現職の横を猛追し、416票の僅差まで詰め寄られるも新賞した。2015年の佐賀県知事選挙では、元総務官僚の山口幸義を支持し、山口は自由民主党、公明党が推薦する前、 武尾市長の日渡し圭介を約4万秒差で破り、初当選した。2017年9月3日に告示された、岳市長選挙では、立候補者が現職の予行しかおらず、8年ぶりに無投票で6期目の当選を果たした。6期目は、新しい図書館の建設や、情報通信技術教育を推進する考えを表明。2018年12月、 国民民主党佐賀県連から翌年の参議院選挙への出馬を打診されるが態度を明らかにしなかった。同選挙区には元参議院議員の犬塚直文が公認された。現職、横尾氏がご選択市長選。佐賀新聞。 http://www.saga-s.co.jp:/news:/saga.0.2546548 と,と、アーキクルト、html タクテの山口よしの補大会。タク市長、横尾志彦のブログ、佐賀県知事選、山口明義氏が初当選前へ、竹尾市長を破る。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m アーティクルズアッシュ 197sp6h19 チペレー3 bhtml 2015年1月14日閲覧現職予行誌無投票6選択視聴選佐賀新聞 http://www.saga-s.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュサーガスラッシュ10101スラッシュ4605592017年9月9日閲覧。選挙、タクシー挑戦予行し無投票で6戦、何事にも真剣に、サガ。毎日新聞。 https://mainichi.jp:/articles/20170904/ddl/k41/010/17000c2017 00年9月9日閲覧。託市長の濁避、状況変わらず参院選で、国民民主県連。佐賀新聞。 https://www.saga-s.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3276362019年1月25日閲覧。ありがとうございます。